はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、上半身は意外と細くって下半身だけ太っているっていう方の女性向けのね、スクワットを紹介しようと思います。ぜひ毎日1日10回から行ってもらえたらと思います。太ももがだんだんと細くなってきますので、今回のスクワットはちょっとね、立ってやらずに座ってやる分ですので、運動苦手な方もやってみてください。ではいきます。はい、まずですね、気をつけしたままでお尻を前に出します。このままですね、足をまず右足からいきましょう。斜め45度後ろに。このまま手は頭の後ろでお尻を下ろします。それで上がります。下ろしたら上がります。曲げた膝を起こします。この時にですけども、曲げない方の足、伸ばしている足にはですね、できるだけ体重が乗らないように、膝を曲げる足側だけに体重が乗るように行ってください。あ、すいません。こういう感じです。ゆっくり降りたら起きます。ゆっくり降りたら起きます。反対もいってみましょう。斜め45度、斜め後ろに足を伸ばして、右足だけにしっかり体重を乗して起きます。こういう感じです。これをですね、10回行ってください。これですね、意外と地味なんですけども、結構疲れますからね。あんまりやりすぎたら筋肉痛になりますんで、1日10回を目安にですね、やってみてください。はい、お疲れでした。今みたいにですね、お尻を下げる、お尻を上げるということを、伸ばした足を斜め45度に、体重はあまり乗せないようにやってみてください。今の分で鍛えられる部位なんですけども、ももの裏とふくらはぎが鍛えられます。で、ふくらはぎはですね、使いすぎると太くなる、使わなすぎるとむくむ、結構難しい部分ですので、今みたいに体重があんまり乗りすぎず、走ったりとかではね、太くなってしまいますんで、今みたいにですね、スクワットと一緒に適度にふくらはぎを使うということがですね、ふくらはぎを細くすることにもつながります。是非行ってみてください。何か気になる部分の痩せ方とか、あとは悩みとかですね、どしどしコメントください。参考にしてですね、動画に作らせてもらいますんで、ぜひよかったらコメントお待ちしております。タートルでした。